よし、じゃあドンキーコング GB 続きやっていきましょう。うわぁ、ニーズステージ多いな。で、上になんかありそうだけど、これぐらいか。せめてボーナスステージが良かった。何あいつ、キモい。追尾式はやばいって。しかもそんな追っかけてくんの。他の方がいらっしゃるときにやめてほしいんですけど、こいつだけだったらいいんだけど。あ、テレサ方式だこいつ、もしかして。かもしくはあそこまでだったか。閉まるだけな。変な真珠とか飛ばしてこなければいいや。じゃあ、あのアンモナイトみたいなのがまだ出てくると思っていいよね。多分一回じゃないね。上抜けられるのかこれ、もしかして。上抜けられた。いた。いや、じゃあ、テレサ方式じゃねえや。普通に追っかけてくる方式だ。さっきはやっぱりあそこまでだったんだな。他のね、敵キャラがそんなに多く配置されてないから。で、あれも今いなくなったから。いますね。追われてる間はそんなに敵が。おぉ、中間に当たったことによって、明日にノックバックするんですよ。ちょっと焦った。しつけえな、お前。危ないね。まいた。まだいる。なんかしつこいぞ。ちょっと待ってくれんだな。危ない。いや、上通ってれば抜けられるから。あれなんだね。左右、方向、なんて言うんだろう。視点切り替えでちょっとあいつ止まるんだな。視点切り替え、左右のあれで方向転換か。これこんだけ長いからもうラストだよね、きっと。おお、よく抜けれたな今、サメの下。まだあんの。長い。すいません、2体目出てきたんですけど。まあ、交換か。くそ。大丈夫かな、今止まっちゃったけど。下埋まってるけどさ、あれだね、多分あれは、ドンキー横にでかいんだわ。だってまだ N だもんな、これな。危ない。うわー、それダメだってね。一応進んではいるんだね、あの残り奇数のやつね。その出会い頭のに当たるのが一番困るんですよ。あそこのあいつはでもあれだけっぽいね。道がわかんねえんだけど、このサメの方が厄介だ。ああ、もう終わりだったんだな。よかった。よし。
いや、やっと水上から、水上じゃない、陸上に戻った。一緒についてきてよ、頼むから。乗るときが一番大変かも。うわ、うわー、上に乗ったのが良くなかった。てて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 、おお、よく耐えたな。ギリじゃ一発で倒せねえからな。おお、よく乗った。ん？これは何だったんだろう。これはこっちにあると教えてくれているよ。おお。はい、スイスイ。ジャンプが足りない。うん、短くていいな。水中ステージ長すぎんのよ。おおじ。あ、クリアしなくていいんだな。入ればいいっぽいですね。ボス戦。何すんの？俺、攻撃手段があると思えないんだけど。だよね、これぐらいしか。いやー、難しい。こいつには判定ないから、綺麗に跳ね返してくれるのか。出てくる場所、しかももしかしたら行ってかもしれんな、これな。よしよし、分かってしまえば楽なのでは。一旦待ってて、無理する必要ねえからな。しかもこれ多分相手離れてくれるでしょ。やばい、下手に動いた。下手に動くのはよくない。しっかり相手が真ん中に、打ったら戻る真ん中にをしてくれてる間にだったんだけど、今もうあれどこ行っても避けらんないよな。ランダムか。上が意外と少ないのか、ここまでしか行けないのか。こいつがさ、下に行った時だけどうするか。斜めに行ってくれてる時はいいんだけど、基本は遠ざかってくれるんだと思うんだけど、ね、そういう動き方をしてるから、どうなんだろうな。たまたまなのかな。まあ基本は遠ざかってくれるんだろうな。ただその変なタイミングで行っちゃうと、さっきみたいに、うえい、
あれなだけなんだな。てて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 。びっくりした。なんかあるかと思ったけど。おっぽっぽ。よし。K か。おお、危ない。これ押していけんだろうな、きっとな。すごい勢いでいったな。なんか基本的にアニマル系はそんなに出番ないよね。ボーナスにたまにいる兄貴。兄貴は DD じゃ勝てん、勝てない、危ねえ。よく持ちこたえました。あれだね、まあまあ慣れてきたよね。意外とリカバリーできてきてるから。があるだけだ。おう、はーい。このジャンプ弱いな。ジャンプにジャンプで対抗しちゃう。なんかちょいちょいね、下があるのが気になるんだよな。お、ダメなの？しかもそれ何に当たったの？クラップトラップの。ああ、どっちにしろこれ上から行かないといけないんだ。うわあ、こいつが一番の強敵だな、俺。ああ、やっぱ持ってくるか。あーれまあ、せっかく分かってるから。なんかね、やりそうな予感はしたんだよね。で、ワニさんがさすがに3回目だから覚えたよ。で、一応揃ってきてるから、慎重に慎重に。はい。しゅそのザコシは逆に慎重になりすぎたんだな。難しいよね、塩梅が。ああ、マジか、またやってん。
いや、でも切り替えれば、切り替えてもダメ？大丈夫だった。で、ここら辺はもうダッシュでぴょーい、ぴょーい。危ない、すごいところでジャンプしたな。クラップトラップさん、あんたさ、びっくりした。こいつでバウンドするのかと思ったら、ちょうどそこが引き返しの場所だったんだね。はい、よかった。あぶねえや、それ当たってないんだ。乗れるんだ。よーし、無駄な苦戦をしたけど、よしとしましょう。あれ 46% か、もう2面ぐらいあんのか。音楽かっこよくなった。ノーティー上のマナに気を取られたわ。すごいシンプル。そこが上から降ってくるわけじゃなくて、え、右じゃないんだ。登ってくんだ。TNT ってなんだ。 TNT は何使うのか。兄貴？上から降ってくることだから今分かったから。君ジャンプ力すごいね。下手にこれジャンプすると上のさっきみたいに上のやつに当たるからなんともね。上って書いてある。登れないけど。ダチョウ、これでいけるってことじゃなくてな。おい、踏めんのかよ。ここに王があるってすげえな。ダチョウはもういない。ランピーかよ。よし、謎のランビ。ランビはわかるんだけどさ、出てできない。出てできるけど難しいな。おっと、え、難しいな。出てがとっさに多分出ないと思うわ。これ、こいつね、スタートの加速が、あ、待って、ランビーに乗ってることで、しかもこいつあのさ、ドンキーコングってさ、当たるとさ、ランビーとかに乗ってる時にさ、ランビーが走って逃げるはずなんだけど、今その場に停滞してるから普通に優秀。こいつスタートの加速がすごい遅いな。もうだから多分落ちると思う、そのうち。だから勢いつけていかないといけないか。止まっちゃダメだな。よし、バナナ。あ、ランビーがいるといけない。ボーナスステージ入ってランビーを置いてけってことなんだ。今 DK バレルなかった、気のせいで。坂の上から始まったんだね。危なかったね今これ。オッケー、あと一ステージぐらいで終わりにしましょう。50%。 ああ、こういうところはもう
足場狭いんだよな。一人分しかないんだけど、これ。ジャンプが遅すぎたな。もう余計なことはしない。待って、しゃがめるかと思った今一瞬。しゃがめるっけ？しゃがめるよね。間に合わなかったっけか。ブータン。くそ。あの二段構えずるいな。くそ、寸止めだったんだな、君な。君ちょっと、厄介だな。変にバウン乗っかったせいで。その後一瞬生きながらえたけど、ダメだったね。この即死系っていうのかな、1ミスが即死みたいなのはちょっとね、困りますね。見えた。これ届く？わーい。ラッキーラッキー。ドンキーがやられた扱いになるかと思ったら失敗判定だ。オッケーオッケー、生きながらえた。ジャンプ力が足りるか怪しかった。これ下見れない。あー、やっと中間。でももう N まで来てるんだよね。くっそ、なんか引きつけすぎちゃうと食らっちゃう。これジャンプしてさ、そう、動くっていうか、なんていうのかな。足場が狭すぎてさ。あのブータンなんかあるかな。あるな。あれ乗り継いでいくと多分なんかあったね。Gに釣られたけど、あそこのブータンちょっと調べよう。あ、普通に届いたぞ。よし、あとクリアするだけだと思うから頑張りたいけど、この微妙なあれが、取る？取らない、取らない、取らない。ジャンプの制御は難しいから。うわー、届いた。危な。やったー、終わったー。レレレレレーンテーン、やった。 53%。 よし、終わろう。ドンキーは1日30分、まあ30分やってないんだけど、25分、25分もやってないんだけど、これぐらいが多分限界だわ、集中力的に。はい、じゃあお疲れ様です。